どうも皆さんこんにちは。全く客足のない店を見るとなぜか涙が出そうになる男、キャベツです。古くはファミコン、新しくはプレイステーション5、これまでに様々なゲームハードが発売されてきたゲーム業界、そんな中には全く売れずに世界から消えてしまったゲームハードたちが存在しています。今回は発売以降最も売れなかったハードゲームランキングをご紹介していきます。では行きましょう。第10位、ドリームキャスト。販売台数1045万台、定価29,800円。10位はセガのドリームキャスト。1998年に日本で、翌年北米で発売されたセガの最後のゲーム機。当時セガサターンは国内ではプレイステーションとタメを張っていましたが、海外ではスーパーファミコンと長い間五分五分のシェアでした。国内ではドラクエやファイナルファンタジーをはじめとするスーパーファミコンで人気を博したシリーズの大半がプレイステーションに移行するなどとして、シェア争いはほぼ決着がついていたものの、まだ十分検討はしていましたが、プレイステーションの19,800円という新価格に対抗し、白サターンの定価が20,000円という完全な原価割れ、結果的にセガサターン事業は大赤字を計上してしまい、その結果希望の糧として作り上げられたのがこのドリームキャスト。発売前には大量の広告と CM を打ち、プレイステーションをなぶり殺す勢いで売れるだろうとされていましたが、ドリームキャスト発売後なんと出荷台数が死ぬほど少なく、その問題が解決しないうちにプレイステーションの次世代プレイステーション2が発売し、なぶり殺されたのはやはりドリームキャスト。その後定価の29,800円から1万円下げた19,800円で売り出し、売れれば1万円赤字という大博打に出たドリームキャスト、なんと悲しき物語、結果的にソニーが天下を取りました。PC エンジン。販売台数1000万台、定価24,800円。 NEC ホームエレクトロニクスの PC エンジン、日本でそこそこ成功を収め、1989年に北米でも発売されましたが、 NEC の広告戦略の失敗などによって敗北。そんな PC エンジン、実は家庭用で初めて CD ロも採用したゲームであり、PC エンジンを語るにあたり外せないのが CD ロム2、後に発売されたスーパー CD ロム2。これは NEC が PC エンジンを開発する動機として PC8801 の後継機として CD ロムを搭載したマシンを作りたいという思いから、 NEC からハドソンに持ちかけられた開発計画でもあります。この CD ロム2の開発は後のプレイステーション、セガサターンといった次世代ゲーム機に大きな影響を与え、 CD イコール音楽のイメージを覆した歴史的な機器となりました。今では当たり前のようにゲームソフトに CD が使われていましたが、当時は CD は聴くものであり遊ぶものではなかったため、この周辺機器である CD ロム2はまさにスーパーな周辺機器だったんです。この CD ロム2の開発がなければ、現在親しまれているプレイステーションシリーズや XBOX シリーズといった現代を代表するゲーム機は登場しなかったと思うほどに、 PC エンジンと CD ロム2の功績は大きいと言えるでしょう。しかしその結末は突然訪れます。なんやかんやで売れなかった PC エンジン、結局は単純に価格が高いことが主な原因で売れず、後に発売された PC エンジンデュオのメーカー希望小売価格は59,800円とかなりの高額商品だったので、単純に万人受けしませんでした。なんでみんな価格を高くしちゃうんや。世の中のお母さんとお父さんからすれば、わざわざ高い PC エンジンを買わなくてもファミコンでいいやと思うのが自然。国内市場でも任天堂を超えることはなく、1990年にソフトの配給は終了し、徐々に世の中から消えることになりました。第8位、セガサターン。876万台、価格44,800円。セガサターンとは1994年11月22日からセガにより発売されたゲーム機で、名前の由来は英語のサターン（土星）から取られました。同機がセガ6番目の家庭用ゲーム機であることから、太陽系の第6惑星にちなんで名付けられたようですが、それまでの5機種が何と何であるかについては諸説ある模様。日本国内ではライバル機プレイステーションより100万台を先に達成するなど、過去にない順調な滑り出しを見せました。ファイナルファンタジーなどスーパーファミコンの有名タイトルが続々とプレイステーションに移行するといったシェア争いは決しましたが、それでも大作、話題作、意欲作には出続けていました。むしろ問題だったのはプレイステーションとの本体価格競争に巻き込まれたこと。設計が単純でコストダウンしやすかったプレイステーションと違い、パーツが多くコストダウンの難しいセガサターンは手の施しようがありませんでした。本体が売れれば売れるほど莫大な赤字を出し続け、困ったセガはセガサターン事業を畳んで新ハードを投入することを決断。それがドリームキャストなんですけれども、こちらもプレイステーションにより駆逐。ゲーム業界はソニーによる地ならしで終末したのです。第7位、
メガ CD 600万台36,000円、セガのメガドライブ用拡張機器であるメガ CD。 メガドライブの上部にロボットよろしく合体させるその様はまるでバベルの塔。メガドライブは北米市場ではジェネシスという名前で発売され、シェアが 54% になるほどの大人気ハードでした。しかしメガ CD は 36,000円と拡張機器としてはかなりの高額で、時代の流れに乗り遅れた機器だったために600万台しか売れず、その命を終えることになりました。またセガのサポートがかなり悪かったらしく、その後のセガブランドは評価を下げていくことになってしまいました。第6位 3DO 200万台79,800円。聞き慣れない方も多いでしょう。 3DO とはかつて存在したアメリカのコンピューターゲーム開発会社 3DO 社から1993年に発売されたゲームハード。1994年3月20日に現在のパナソニックから 3DO リアルがスプライトや動画再生能力を持つ32ビットゲーム機の先駆けとして発売されました。ロイヤリティがハードメーカーに一切入らない契約だったため、両機とも発売時の定価は 54,800円と当時にしてはかなりの高額。初期のラインナップの数は申し分ありませんでしたが、輸入物がかなり多く、ハードが5万円以上ということで普及ペースは鈍く、売れ行きはかなりのうんこレベル。余談として 3DO を気に入っていたと言われているゲームクリエイターの一人として、あの小島秀夫監督がいました。 PC 版のヒット作ポリスノーツを家庭用ゲーム機として初めて 3DO に移植。その秘話としてメタルギアソリッドを 3DO 向けに制作していたことを小島氏がインターネットラジオで発言していましたが、なんやかんやって頓挫したようです。第5位バーチャルボーイ77万台2万円。バーチャルボーイとは1995年7月21日に発売された任天堂のゲーム機です。略称は VB という、まるで2010年代を予想していたかのような近未来的ゲームハード。健康診断で視力検査に用いる機器のようなヘッドマウントディスプレイ、ゴーグル型のモニターとコントローラーのセットで、コントローラーは十字ボタンと丸ボタンの2個が左右対称に配置されています。そしてなんといってもこのバーチャルボーイ、色数は単色赤色 LED による赤から黒の4階調とかなり少なく、画面がほぼ真っ赤という地獄でも覗いてんのが状態。またバーチャルボーイにまつわる噂としてよく出るのが、バーチャルボーイをプレイしていると視力が良くなるというもの。一般的にゲームを長時間プレイすると目に疲れがたまる、視力が下がるなど悪影響があるとされていますが、バーチャルボーイは逆に目の筋肉のストレッチ効果があり、アメリカの眼科医も評価しているらしいんです。いろいろと先を見据えすぎた VB、 結局見た目の悪さと値段が相まって売れなかったようです。第4位 CDI 57万台。1991年にオランダのフィリップスがソニーと共同開発した CD 企画。ホテルマリオやゼルダの伝説、ギャメロンの杖などクソゲーが有名です。特に喋ることがないので次行きましょう。第3位アタリジャガー25万万台3万円。1993年にアメリカで発売された家庭用ゲーム機、日本では1994年12月20日に発売されました。アタリ社は64ビットシステムという紛らわしい言い方をしていたので、購入者は64ビットの CPU が搭載されているものと思い込んで購入。しかし実際には64ビットの CPU は搭載されておらず、32ビットの CPU が3機搭載されているというクソさ。結局グラフィック処理のプロセスが64ビットでつながっているだけに過ぎず、予想はかなりの予想を下回るものでした。そして何よりひどいのがこのコントローラー。アタリが昔から採用している正体不明の天気ですが、実際ゲームをするときに使う必要のない不思議なボタンで、誰も説明してくれない謎の部分、十字キー、オプション、ポーズ、 ABC ボタンで基本的にゲームはできるので、誰も使ったことのないボタンなのでしょう。しかもコントローラーはひどく持ちにくく、接続端子が非常に抜きやすいことから、 IGN が記載した最悪のコントローラートップ10の第1位に輝きました。おめでとう。そんなアタリジャガー、日本の売り上げはたったの3000台。まあ1日にめちゃくちゃ売れる食パンより売れないアタリジャガー。その後ハードディスクメーカーのJTS 社に吸収合併され、ついに企業としての歴史に幕を下ろすことになってしまいました。第2位スーパー 32X 5万台16,800円。第2位はまたもやメガドライブ用周辺機器のスーパー 32X。 日本ではなんと勝ち目がないのにプレイステーションと同じ日、1994年12月3日に発売されました。愚かな。日本ではプレイステーションとセガサターンによる戦いが始まったために不要のものとなり、北米ではアローブとかセガサターンの足を引っ張って共倒れに。もう少し登場する時期が早ければ結果は変わっていたのかもしれないスーパー 32X。 実はメガドライブ他にも周辺機器が存在し、そのほとんどがメガドライブ本体とドッキングすることができます。まさに戦隊ヒーローのロボット並みのトランスフォーム。デザイン性が欠如したその見た目には100歩譲ってもゲームとは言えず、
もしや精密機械なので慎重に扱わなければならず、なぜこんなドッキング機器にしてしまったのか。メガドライブは奥が深すぎます。さあ第1位はピピンアットマーク5番台、価格72,000円、バカ高えな。この世で一番売れなかったゲームハード、流行る第1位はアップルのピピンアットマーク。アップルとバンダイが協力して作ったゲーム機でしたが、72,000円という高価なハードだったこと、さらにろくなゲームソフトが出なかったことなどにより、販売台数は5万台程度で生産が打ち切られました。本体には誰が嬉しいのか、お絵かきソフトやワープロソフト、インターネット閲覧ソフトなどのディスクが付属。そしてバンダイが運営するプロパイダーアットマークチャンネルクラブに入会することでインターネットが利用できますが、月額2000円という頭いかれちまってるような値段設定に続き、10時間を超える利用は1分10円という本当にうんちレベルな設定で発売されました。そんなピピンで発売されたゲームソフトの一つ、それがたまごっち。ピピン版のたまごっちは育成が4日目に入ると必ずたまごっちが死んでしまう、文字通り致命的なバグが存在しており、希望者には内服薬というアップデート用フロッピーが配られる始末。しかしピピン版ではフロッピーのアップデートが不可能でした。ソフトの交換という形が取られ、つくづく不運な機種。そして何より1996年6月には Nintendo 64が発売、1997年にはプレイステーションでファイナルファンタジー7発売と、当時大いに沸いたゲーム業界でしたが、ピピンアットマークは価格が本当にバカ高く、ゲーム機としてもマークとしても中途半端だったため、1997年5月11日の日経新聞で生産中止が報じられ、1998年2月27日にバンダイが撤退を正式に発表、2年弱でその役割を終えることになってしまいました。さあということで、いかがだったでしょうか。まあゲーム作れるだけですげえよ。それで数万台売れるっていうだけでもういいでしょ。ただやっぱ赤字になると会社としては経営が成り立たなくなってしまうんで、最近のゲーム業界はやっぱりゲームハードを作るっていうのがすごく難関なポイントなんだと思います。ということで、この動画が良かったらチャンネル登録やインスタグラム、ツイッターの登録などお願いします。では次の動画で会いましょう。キャベツでした。ほらまた。